はい、こんにちは。サブチャンネルで、前回から続けているあの夏のリサイタルツアーの直前企画ということで、ツアーの曲たちの聴きどころとか、奏者としての思いとかをね、喋っていきたいと思います。第2弾2。はい、で、今日はね、2曲目のお話をしたいと思います。2曲目はヴィターリのシャコンヌっていうことで、ヴィターリさんっていう作曲家が作曲したシャコンヌっていう曲になります。でも実はこの曲ね、ヴィターリがね、作曲してないのではないかってね、言われてる曲です。まあちょっとね、歴史が長いクラシックっていうね、あるあるなんですけど、あるあるなんですけど、実際に作曲したのがヴィターリなのかどうかっていうのが、実際はちょっとこの曲は謎みたいで、偽作、偽の作品なのではないかともね言われています。まあ、なんでか、どういうことかっていうと、まあ、実際にヴィターリが亡くなって100年以上経った後に、バイオニストで作曲家のフェルディナント・ダヴィットっていうね、人がヴィターリが作曲したシャコンヌっていう曲を編曲しましたっていうね、体でね、世の中に紹介をして、で、その曲がいろんな人にね、聴かれたり聴かれたりするようになったきっかけだったみたいです。だからダヴィットさんが作った曲かもしれないっていうので、それだけでね、え、何それ、そんなことわかんないじゃんってなるんですけど、実際その曲の形、なんて言うんだろうな、曲の形もヴィターリが生きた時代の曲の形式よりも、こうその100年以上経った後のダヴィットが生きた時代の曲の形の方が近くて、そういうなんか、なんて言うんだろうな、分析的な面からも、この曲はヴィターリが作ったんじゃなくてダヴィットが作ったんじゃないかとも言われてる曲です。で、今回のリサイタルで演奏するのは、それをさらにね、バイオリンの魅力を引き出して編曲されてるものになります。はい、ちなみにシャコンヌっていうのは舞曲、踊りの曲の一種で、バロック時代に変奏曲、主題があって変奏があってって、変奏曲の形式として盛んに用いられたものです。はい、まあね、なんかすごい緊張感とか、なんか暗さみたいなものとか、まあ、哀愁とかが表現されてるのと同時に、こうバイオリンの、ね、華やかさみたいなもの、華やかな魅力がすごいたくさん詰め込まれてるような、本当にね、すごい独特な世界観の一曲です。なのでね、ぜひ会場でこの世界観をね、このヴィターリのシャコンヌの世界観を体験してもらえたらです。はい、そんな感じでヴィターリのシャコンヌの話でした。ではまた次回の動画、または会場でお会いしましょう。